よかった。うわ、赤い、でかい。はい。は、おはようございます。抽選です。髪色を変えました。髪色を変えて昨日姉に会ったんですけど、金髪のが似合うねって言われました。しばらく色あり水着でいきたいと思います。おはようございます。えい、はい、もう変わらずな引きで、97番と今日何打とうかなって、カバネリ打とうかな、鬼武者打とうかななんて考えながら来たんですけど、まあ空いてないのが確定した瞬間が来ました。入って決めます。さて何が空いておりますか。あ、 6.5 は空いてなさそうだな。開いて、はぁ、あ、バルブレイブも開いてない。6台並びで入るかもしれないので、並びで入りそうなところを取りたいんですけど、ちょっと何も取れなかったので、とりあえず朝一あかねちゃんの隣で。まあ、朝そのチャンスモードに行ってれば、チャンスで当たってれば、当たれば次、通常 BO は天国に移行するので、まあ朝1になり朝になり、狙いやすいというところで、一旦おきどきゴールドから行きたいと思います。改めましておはようございます。アイアスタイルでございます。本日は東大阪市に来ております。今日もパチプロを一日楽しく打っていきたいと思うんですけども、残念ながら番号の方がですね97番ということで、はーってなった結果、はーっておきどきゴールドに座りました。まあ、一応その設定狙いっていう面ではちょっとなかなか難しいとは思うんですけども、その朝一リセット後がチャンスモードに移行する可能性が結構高くなってますので、まあ、チャンスモードさえ行ってくれてれば、その後チャンスモードで当たれば、天国オア通常 B どっちかに飛びますので、そうなった場合は天国飛ぶまで、一生打てるといった感じになってますので、一旦朝一おきどきゴールドを打って、でもしかしたらおきどきゴールドがね出たらいいかもしれないので、まあ、周りの挙動もちゃんと見つつ、ちょっと今日は立ち回っていこうかなと思います。それでは早速行ってきます。それでは打っていきたいと思います。おきどきゴールドでございます。チャンスモードにいてくれてることを願ってとりあえず打ちます。まあ、このオキドキゴールド、本当なんだろうな、初代に近いというか、まあ、ほぼほぼ初代というか、本当初代ですね。うん、まあ、初代としか今言ってないんだけど。で、まあ、初代と違ってモードが追加されていって、まあ、ゴッドモードだったりとか金時モードとかですね、まあ、その辺が追加されてパワーアップして帰ってきた形で、だからオキドキデュオとかオキドキ2とかとは全く違う、もう初代にほぼ帰ったなっていうような台になっております。初代の時も朝に狙いとか結構やられてた方多いと思うんですけども、今回もね朝に狙いが美味しい機種にはなっております。あ、なんかチャンスっぽいところで当たっている台で、やめられてっちゃってる台の B 狙いとか、そういうのがね今回できますよと。朝一40約 40% ぐらい、 39.8% とかかな、約 40% でリセット後チャンスに飛ぶの で 50% で A で、残りのなんか 10% ないぐらいが B と、なんか本当に200チャンスじゃないところを超えちゃったらほぼほぼ A だと思ってもらった方がいいですね。一応その朝一、天井短縮
を 25%、 4分の1でしてくれてるんですけど、まあ、短縮されてた場合400で399が天井になりますよとした感じなんですけど、そこまで持ってかれたらもうね、チャンスじゃないってことはほぼほぼ A なんで、A から天国ってなかなか飛ばないから何とも言えないですよね。私のおきどきさんはノーチャンスですね。ノーチャンスモードです。ってなるとほとんど通常 A だからな。ちょっと周り見るか。N ヤシ空いてるよ。N ヤシ打とうかな。いやなんかねちょっと怪しいとこあるんですよ。だクレアとリテロの A タイプのところちょっと怪しいんですけど、この時間でノーマルタイプどうなのかなって。でもなんか1人速攻で移動してたから2人かなんか確定とか出たのかな。どうなんだろう。皆さん一旦取ろうかな。それでは移動してきました。犬夜叉でございます。前回も犬夜叉打ってましたね。そういえば今思い出しました。リベロ悩んだんですけど、場所的にちょっともしかしたら入らない位置かもしれないって思ってですね、その6台並んでるとしたら並び的にヒグラシ、クレア、ピラミッドアイ、リベロっていう感じであるんですけど、そのヒグラシ2台から始まっちゃってると角のリベロが含まれないんですね。ちょっとどうかなって思って一旦犬屋さんにしました、まあ、リベロなんで打ってみてもよかったんですけど、この犬屋さんがねまだAT 入ってないのでありかなと。入るまで朝一ほら韓国以内優遇されてるので、でも犬やせだからぶった切りコーンやるまではこの台打てるから最悪3000ゲームまで打てますね。3000ゲームで必ず AT なんでね。まあ、それまで有利期間見れてなかったらここの収録を終わる時間までちょっと犬夜叉という形で、ね、一回学んだんですよ私は犬夜叉で、うん、犬夜叉打ち始めたらあんまり大移動しない方がいいっていう。犬夜叉打ってた犬夜叉ちょっと心を入れてやめたらあと4000枚とか5000枚ぐらい出てて、あやめちゃダメだなやっぱ3000までってなったんで、ちょっとその時学んだんです。あでも自分が打ってたら出てるかって言われたら分かんないですけど、まあ、なるべくね有利期間切れるまではやった方がいいのかなって。先に自由機4ようやく勉強ステージでございます。いいパターンだけどどうだ。あでもチャンスアップからのここでジャックか。ジャックだから何とも言えないけど跳躍だったらな。OK 当たりました。432ゲーム自分で打ったのはまあ100ちょいぐらいかな。おいし投資全部で14本です。横一直線斜めが良かった。で最後かね、
はダメだよな。ポタンポンポン、ないない。当たらないと続けば4枚目。早い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 。今あとちょっとで天井のとこでぶった切りきりいきます。7割ぐらいはさすがにあると思うって言ったら暑かったんで当たりますね。よし、581ゲーム投資32本です。ナイス、斜めです。これで AT 入ると思うんだよな。切って出てたし、3回目だし。絶対がチャンスなんだ。ラッシュじゃない、ラッシュじゃない。いやーちょっと不安。わ、行くとこまで行くしかなくなってしまう。よかった。次は早かったです。41ゲーム、4回目なんでね。木じゃないんで、木じゃ。はい、行きました。カケラチャレンジ追加で入ったな。カケラチャレンジあんまり取れないから。ゴー、オッケー、行けました。よかった。行きましょう。20以外がいな。あら、最初から封印してくれるパターンなんてある。封印してくれてるうちに、あ、封印終わっちゃった。あー、下手くそ下手くそ。
1回目。30枚は乗る。うわ、赤い、でかい。ほい300枚乗った。ブーストチャンスがブーストした。めったにないからな。嬉しい。ブーストチャンスでまさかこんなに枚数取れると。とりあえず待って、マジで下手なんだけど。いや、あの押し順出さなきゃ始まんないんだって。もうゲーム数ないんだけど。ブーストしたくない。さあ、あと4ゲームでなんとかできるのか。青じゃないんだ。これでお願い、これでいけなきゃ無理。ああ、お願い。ああ、でもずっとやっちゃったな、下手だったな。カバネリーから。バイオまで大丈夫そう。いや、くるっとした結果、特に移動できそうな台がなかったので、まあ、だったら犬やしゃ3連まで打つかといったところです。チャンス目なら、お、チャンス目だ。当たったでしょ。はい、オッケー。チャンス目で書き換えました。131ゲームドッペンです。あー、無理か。はい、なんか今ってもう6号機初期とか 6.2 号機ぐらいまでの頃と違って、まあ 6.5 号機初めてで、スマスローまで出てるじゃないですか。結構もう選べるぐらい増えてきた。まあ、人気どころで言ったらカバネリだったり、まあ、鬼武者、なんだ、鏡とかね、まあ、いろいろあると思うんですけど、バルブレイクとか。みんな今、一番何が好きなのかなと思って、ちょっと気になったので、みんなに質問です。もしも、設定6、何の機種でもいいから、今ある台でね、打てるってなったら、今だったらみんな何を打ちたいですか、気になります。よかったらコメントください。よいしょ。
なみに私だと、まあ、何でも好きなの打っていいよって言われたら鬼武者の6も打ちたいし、モンハンアイスボーンの6も打ちたいし、アイスボーンの6はどういう挙動をするのかっていうのを知りたいから打ってみたいっていうのもあるんですけど、今だったらモンハンアイスボーンの6打ちたいかな、私は。まあ、単純に機械割り 113% あるし、挙動気になるっていうのがあります。打ってみたい。ジョージャンプアップ、強チリ引いてたから。さ、これ、タイバトル中に強チリしたかったけどな。おわ、はい、オッケー。足りました、470ゲーム。ないね、難しいね。もうちょっと強い演出が欲しいところ。これは当たってくれなきゃ困るな。あ、ジャンプアップ最後ないからの、よしよしからのでした。133ゲーム当選です。更新気づけば40本の世界です。追加なんか青の弱い方なんだよな。あ、赤くなった。あるよ。はい、よし、行きました。追加でぶち込みました。お、嬉しい。うん、20ゲーム行ったで。オッケー。あ、ちょっと落ちました。また行きましょう。ブルブルしてた今。あ、金だ。よしよし。2回目。ブースト。ブーストだらけ。15ゲームある。
赤いよ。3回目です。ブースト待ち、ブースト待ち、ブーストだらけです。あ、おかしいおかしいおかしい、全然増えないんですけど。え、いやいやいや、ねえ、さすがにいいよね。全部ブーストだったら怒るとかだった。あ、封印した。珍しい、こんなんで封印したゲーム数短いでしょうけど、ちょっとでも封印することが大事。4つの世界へ行きたい。煽りだけは来ました。煽りだけは、奈落の煽りだけは来ました。あーブッド、だいたい煽りだけで終わるからな。これでは千枚いかないね。あ、さっきこれでいっぱい乗ったよ。いやでも面白いな、ボタンいっぱいやったからね。ボタン赤かったからね、いっぱいの時。はい、頑張りまーす。赤セリフです。へー、ダメなの。あー終わった。あー、赤と青の交互頼む。下手、なぜ交互。いや、あ、よかった。っていうか、そういえば奈落はなかったですね。またもや、またもや煽りだけだった。いけました、5個。行くのでぶった切りゾーン取れるし、3点まで回す必要がなくなりました。いやいやいや、中目の封印がもらえます。これで頑張ります。
ましょう。6個いけましたよ。ただね、封印終わっちゃってるんだ。危ない危ない。封印終わってなかったらこのゲーム通話のせの方になるんですけどね。50のと、6個中4個ブーストただけ。よいしょ、いきます。ゲーム。あー、ちょっと待って、終わんないで。いや、交互でしか引けん。あー、下手下手だった。最後21個やって2000枚超えてないの。ブーストだらけで。あー、乾燥いけん。乾燥はまあ無理だったか。途中にしろ、結構へこませてるから。あのぶった切りゾーン行きましょうか。1875枚で終了。これで戻せないと私まだマイナスです。はいけんだけどね。その先、その先よ。スイカ。戻しました。ここからまた頑張ろう。まあ20だよね。お、何も引いてないのに。いや、そうでもないか。あ、でも赤だ。順調でございます。
ックビックビックグッドビック。これ確定できなかった。はい、一応踏みましたけど、あ、私毎回犬やしゃくかな。が終わった。スイカーゴー。ダメか。いや、候補じゃないんだ、候補じゃないんだ。いやー、ちょっとあー、まずい。10ゲームも消化しちゃった。ようやく。あー、かくなんない。ダメかー。今まっなーセリー、こらー、もむって、これダメだ、終わっちゃったな。終了です。あ、シルエットはだいたい何も起きない。ちょっとまくれたぐらいか。もう一回ぐらい当てれるかなと思ったんだけど、なんか意地でも当たらないオーラを感じました。はい、ではまあ一応3国内で、まあ3回以内に AT 入るよっていう人出たんですけども、ちょっともう実戦時間が終了なので、これで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。なわけで、最後パッと店内見て終わりにしましょう。まずいいだろうなっていうのはカバネリですね。カバネリから、バイオ3台良さそうです、ね、今日は6台並びで入るんじゃないかとのことでだったんで、結構分かりやすいかな。このスバカドニからハフナーまでなんじゃないかなと思います。良さそう。本当 6? 単品かじゃ。多分6ですって。まあ、単品でもしっかり入ってますね、並びだけじゃなくて。おそらくここも6台並びなんじゃないかなというところで、しっかり店内に3箇所6台並びあるように見えました。だから本当にそこが6台並んでるかどうかは、私打ってるわけじゃないんで確実とは言えないんですけど、まあ、外から見た感じはおそらくここだろうなっていう感じでした。実践終了、お疲れ様でした。本日はありがとうございます。本日はですね、オキドキゴールドからスタートし、もうみんなゴールドのことは忘れてるでしょう。はい、で最終的に犬夜叉を1日打ちまして、結果の方が投資1840枚40本です。で回収の方がですね2032枚でしたので、プラスの192枚でした。やんねー。まあぶった切りゾーン成功したんですけどね、まあその後あまり伸ばすことができなくて、まあ、でもなんだかんだでプラスで終わったといった流れですね。チコンボーナスハマっちゃうっていうところに関しては6でもハマるんで何とも言えないんですけども、まあ、並びのところが3箇所見えて、でそこの場所じゃないっていうところも踏まえて、で内容的にもそんなに良くないっていうところで、まあ、中身的にはあんまなかったんじゃないかなっていうところですね。ただその6台並び3箇所見えたんですけど、それ以外も単品で入ってるとことか結構見えたので、
その6台並び以外も単品でしっかり狙えるいい状況になっておりました。抽選がね抽選が大問題ですね私ね。うん、まあでも早い番号引いてたらアイスボーン行ってたんで、どっちにしろ今日は狙い外れてたかなっていうところですね。アイスボーンかカバネリか鬼武者かって思ってたんで、合ってるところで言ったらカバネリだけだったんで、鬼武者も対象ではなかったので、まあ、今日はちょっと狙い外れてたかなというところでした。ただやっぱ 6.5 号機の扱いがかなり非常によろしいなと思ったので、まあ、今後も早い番号を引けさえすればガンガン 6.5 号機の方を狙っていきたいなと思いました。というわけでですね、本日4万失うところから大逆転して、まあ、ちょっとプラスで終わった、水木彩犬医者頑張ったなと思ってくれた方、ぜひ高評価と、DMM パチタウンのチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今回はこれにて終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、ありがとうございます。